マザーの決意。恋に落ちた2人の生活。そんな中で晴美さんは自分の体に一つの変化が生まれたことに気づいたのです。もしかしてそのお腹の子こそアリナさんでした。しかしジェイクさんがまたフィリピンに帰国してしまうことを考えると、晴美さんは妊娠のことを言い出せなかったのです。とはいえこのままにしてはおけず、ようやく心を決め、ねえ子供ができたの？それを聞いたジェイクさんは、もうこんなに大きくなってる、下ろしたらダメ。その言葉に後押しされ、晴美さんは産む決意をしたのでした。ビザの関係から再びフィリピンに帰ることになったジェイクさん。結局いつ戻ってくるかわからないジェイク、お腹の子供を一人で育てる決心をしたのでした。その後晴美さんはアリナさんを出産。